ミスをしますとね。はい、代わってはイタリアの選手になります、ガロリーナ・コストナー。この選手は今シーズンのジュニアのグランプリファイナルで日本人選手とともに表彰台に上った選手です。そしてヨーロッパ選手権で第4位になって、そこでも注目された選手です。今大会予選では A グループ第1位でした。入り方も非常に難しいっていうか、プラス要素としてはある入り方ですね。はい、ステップがワンフットですね。そうですね。イタリアの16歳カロリーナ・コストナーでした。最終グループで滑っていてノーミスは今のところ彼女は。そうですね、じゃないですか。そうですね。試合をこなすたびに彼女を強くしてるのかなっていうふうにもそうかもしれないですね。日本の荒川静香と一緒ですかねこれはループとループでした、ですから、これも難しいですよね、ループとループ、はい、ループが得意な選手は非常にタラリピンスキーもそうだし、非常にこう後ろにつけると効果的ですよね、はい、っていうか難易度が高くなりますね。日本では佐藤由香選手なんかはループが得意でしたからね。ああ、そうですか。この選手は今シーズン初めてヨーロッパ選手権シニアの大会に出場したんですが、その時にやはり予選でいい成績を残してショートプログラム最終グループでの滑走だったんですね。やはり最終グループで滑らないと点数は出ないんですそうなんですよね。そうなんです。そこが採点競技のなんていうんですかね、こう私たちからすると最終グループにいれば良いし、そうでない時はもうアンラッキーになるわけですけどね、そこで初めて自分が憧れていた選手たちが同じ練習場所にいてウォームアップをしているのは信じられないわというような感想を持ったそうなんですけれども、
そこでね、ヨーロッパ選手権で第4位になって非常に注目されて、まあ、期待もこう高まってきて、プレッシャーも、ね、逆にあるのかもしれないですけどね。あのイタリーでは、あのトリノ用の選手として育ててるようですよ。そうでしょうね、はい、エレメンツの得点が出ました。技術点です。下が 5.2、 上は 5.7 という評価でした。 5.7、 3つあります。ノーミスでした。そしてプレゼンテーションです。下が 5.3、 上は 5.7、 こちらも 5.7 は3つです。いやでも本当にショートプログラムでノーミスですと嬉しいですよね。そうですね。やはりあのストレートステップシークエンスのワンフットも効いてるでしょうね。はい、そうです。